マスク不足で本当に困っている方がいっぱいおられると思います。家庭にあるものでできないかと。私はあのティッシュペーパーの専門でありますので、半分にしてこう1枚こう乗っけます。1枚をここ乗っけると1センチ5ミリだけ折ります。半分、この半分で紐を作ります。2つに分けます。2つに分けたらこれを2つに折ります。紐になります。少しずつ折っていって一応、2センチぐらい出します。これ以上折れないとなった時点でこれをくるくるっと回します。半分だけねじったらまた反対に返して、またこの部分をまた半分に折って、またこういうふうにねじっていくと最後に中心部分で1センチぐらいこの折ります。折ったところにこうちょっとこうつけます。折ったところにちょっとつけて、この曲げたところ、ここに曲げたところをちょっと引っ掛けるようにしてピッでグッと押す、グッと押さえる、ね、とこの根元がつきました。今度この外側にこうジャバジャバしているところ、ここのところにちょっとボンドをつけてグッと押さえとく。剥がれたところにもボンドをちょっとつけてグッと押す。ひっくり返します。折った方を上にします。印をして3分の1のところを5ミリつまみます。上の方に折り返します。今度はちょっとつけます。これでマスクの完成です。ちょっと引っ張ってあげると普通のマスクになります。